こんにちは。心に火を灯す情熱デザインペインターの大浦幸子です。今日はですね、皆様に今見ていただいているのは4月に、リリースしようと思っている新しいカラーのボードです。黒をベースにして、ちょっとなんて言いますかね、金属に似合うようなボードを作りたくって、考えたものになっています。今はこれはユーカリです。ユーカリをトレイの上に載せて動画を撮ってみています。いかがでしょうか。今日はですね、昔一緒に働いていた仕事仲間の、後輩が訪ねてきてくださいました。久しぶりに会ったんですけれども、すごくいい活動をしていて私も刺激をもらいました。自分で絵描きさんなんですけれども、絵描きさんをして、でも何の絵描きさんかっていうと、動物愛護、動物を大事にしていこうっていう活動に絡めた絵を描いて活動しています。自分の得た収入をそういう動物愛護の活動に回していきたいっていうことや、あとはもうとにかく自分にできることは何かをしっかり考えて、問題が大きすぎるから何もできないって思わずに、まず自分でできることは絵を描くこと、ウェブデザインをすること、チラシをすること、発信をすること、こういう問題が起きているっていうことをみんなに知ってもらうこと、そういう活動ができるって自分で考えて、施設の人にボランティアに行ったりだとか、発信を続けている方です。本当にちゃんと自分で考えて動いていることすごいなと思いました。そして自分の一人の力じゃ小さくて何も始められないけれども、いろんな人の協力を得ると大きな力になるんですっていうことを一生懸命話してくださいました。すごい嬉しい時間でした。このアトリエにはそういう何かをやりたいとか思っている人が集まってきてくださるんですね。なかなか私はもう毎日毎日制作と発想とに今は時間が精一杯なんで、自分からこう会いに行くっていうことがなかなかできていないんですけれども、外から皆さんがそういうお話をしに来てくださることがとても嬉しいです。で、私もまた写真を撮りたい人に喜んでもらうために何ができるかなっていうふうに考えることができますし、この枠を超えてもっとこのアトリエを地域の人との交流の場所にしていきたいっていう思いもありますので、またそういうことに思いを馳せることができます。頑張っていこう、進んでいこうって思うことができました。今日のお話は小さなことでも動いて考える、そしてみんなにシェアする、発信をすることが本当に大事だなって思ったお話でした。今日もお聞きくださりありがとうございました。